平野氏、陽騎士ユー神宮寺ユ太タの異常な人気にファンの違法大暴走が脅威。10月15日、滝沢秀明氏41歳が率いる戸部公式 YouTube の生配信で、旧ジャニーズ事務所を9月末で退場した岸優太28歳の戸部入りが発表され、同時に平野紫用26歳と神宮寺ユ太タ25歳。 とともに新グループンを結成するこの衝撃的な発表により、3人の人気はさらに加速し、ファンクラブ設立やコンサートの予定も浮上しています。しかし、その異常な注目度のゆえにトラブルが生じていると言われており、本記事ではその問題点に焦点を当てて掘り下げていきます。人気爆発。ファンからの熱狂。 岸ユータがジャニーズ事務所を退所し、トベに介入する発表が行われたことは、ジャニーズファンにとって驚きとともに歓迎されました。さらに、彼の新しいグループ、ニームバー・アイに平野しようと神宮寺ユータが合流するというアナウンスは、ファンの期待を最高潮に押し上げました。 生配信動画は累計500万回再生を突破し、3人の人気は圧倒的であることが明確に証明されました。岸優太はジャニーズ退場後、ツイッターをはじめ、そのフォロワー数はすでに77万人を超えており、平野市用と神宮寺優太のインスタグラムのフォロワー数と合わせると、総計690万人以上のフォロワーを抱えています。 この数字は非常に印象的であり、3人の圧倒的な人気を示しています。ロゴ盗作疑惑が浮上。しかしながら、彼らの人気が高まるにつれ、悪質な犯による問題も浮上しています。特に、ニームバー・アイのロゴが人気ロックバンドザ・ボナズへのロゴに酷似しているとの指摘がなされ、盗撮疑惑が浮上しました。 この問題に対して、ザボナズ側は双方で話し合っていくとのコメントを発表しており、ロゴの告示騒動が深刻な問題となっています。イホーグズの出現、ロゴ盗作問題が収束しない中、別の問題が発生しています。トベは公式サイトで、アーティスト個人への画像や動画について、著作権侵害を主張しない。 と発表していますが、これが誤解され、悪徳ファンによってヌームバー・アイのロゴやメンバーの写真を使用したグズが制作され、フリマアプリなどで勝手に販売されているとの報告があります。 具体的には、ヌームバー・アイのロゴをプリントした巾着や、雑誌に掲載された部屋の写真を使用したクリアファイル、ルイ・ヴィトンのロゴを組み合わせた商品など、肖像権や著作権侵害が疑われる商品が出品されています。トベの公式サイトでも、商業的営利目的で利用することに触れており、 これらの違法な行動は法的な問題を引き起こす可能性が高いと指摘されています。ファン同士の対立。ロゴ盗作問題が浮上した際、一部のニュームバー・アイ・ファンはザ・ボナズへのファンに対して好意的な対応を示していました。しかし、その後、一部のニュームバー・アイ・ファンがザ・ボナズへのロゴも盗作だ。 トイチャモンをつけ始めたことで両グループのファンの間で対立が生じています。ルームバー・アイの活動開始前から彼らの人気を反映するようなトラブルが絶えず起こっています。しかしながら、真のファンは彼らの名声を傷つけるような行動を避けるべきであることを忘れてはなりません。悪質なファンの行動がグループのイメージを損なうだけでなく、 法的な問題も引き起こす可能性があるため、注意が必要です。ファンの熱意は重要ですが、それは健全な範囲内で表現されるべきであり、健全なファンコミュニティの構築に努めるべきです。